こんにちは。今日はですね、会社法の中でも取材頻度がすごく高い期間ですね、期間についてお話をしたいと思います。この期間のテーマでもですね、いくつかあるんですけども、今日はですね、株主総会、ここの株主総会についてちょっとお話をしていきたいと思います。出題のですね、品質テーマでもありますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、私が行政書士試験2年目で合格した受験勉強の経験に基づいて、勉強方法、試験対策などをお伝えしていっております。試験科目についてもですね、いろんな対策お伝えしていってますので、よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。この会社法ですね、行政書士受験の中では捨て科目にするのかしないのかっていう、判断もあると思いますが、私としてはですね、会社法の方結構実務でもですね、役に立つ情報かなとも思いますし、1問でも2問でもですね、得点源にすることができれば、やっぱり全体の中でかなり大きな比重になってきますので、まずは、テーマを絞ってですね、出題頻度の高いところから抑えていくことをお勧めしております。私もですね、令和元年度合格できた時は会社法で、1問ですけどね、1問正解することができました。4点ではありますけど、得点源としてできたことは、やっぱりですね、大きかったと思います。ではですね、今日はですね、会社法の期間のですね、株主総会のテーマについてのお話なんですけど、株主総会の中でも勉強する項目がいくつかあるんですけど、今日はですね、株主総会の権限と招集ですね、ここの部分についてお話をしていきたいと思います。内容としてはですね、株主総会の権限、それから招集、そして株主総会の種類ですね、種類、そして招集権者、招集通知といったようなところをですね、お話ししていきます。まずですね、基本的な用語の定義にはなるんですけど、この会社法でいう期間というところですね。この期間というのが何を意味するかというと、簡単に言うとですね、この期間というのは会社の代わりに意思決定をしたりとか、経営の行為ですね、行為をする人であったり、その人の集まりということになります。それがですね、その株主総会であったり、取締役であったり、監査役であったりといったようなことになります。そうしたことが期間ということになります。早速ポイント一つなんですけど、この期間ですね、様々な期間があるんですけど、すべての株式会社ですね、すべての株式会社には、この株主総会と取締役ですね、この二つの期間というのは必ず置かないといけません。株主総会と取締役ですね、これは全ての株式会社に置かないといけないというルールになっております。じゃあそれぞれ株主総会と取締役でどういうことをするのかというと、株主総会はですね、会社の組織とか運営の根本に関わるような意思決定をする機関、そして取締役というのは業務執行ですね、業務執行に関する意思決定を行う機関ということになります。今言ったポイントなんかもですね、過去問でも、実は基本的な知識ですけど、結構選択肢として出ている実績もありますので、覚えておきましょう。で、次にですね、株主総会の権限、これについてお話をしたいと思うんですけど、株主総会の権限についてはですね、取締役会設置会社、それから非取締役会設置会社、この2つによって異なります。取締役会設置会社については、会社法に規定する事項及び、定款で定めた事項ですね。ここについて、決議することができるということになっていて、非取締役会設置会社については、一切の事項ですね。一切の事項に、の決議ができるということになります。なぜこういうふうに異なっているのかというとですね、まず取締役会設置会社っていうのは、株主が会社を所有して、取締役会が経営を行うというふうにして、所有と経営が分離しているということになっています。一定事項のみ株主総会で決定して、それ以外は取締役会で決定することが可能というふうにして言われています。では、取締役会設置会社で、株主総会で決議できる会社法で規定されている事項っていうのは、主にですね、次の3つがあります。1つ目がですね、定款変更、事業譲渡、解散、合併、株式交換、それから株式移転など、会社の根本に関わる事項ですね。これが一つ目。で、二つ目が取締役監査役、会計監査、会計監査、会計参与等の選任、解任に関する事項。で、三つ目というのが株式併合や募集株式の第三者に対する有利発行といった株主の利害に重大な影響を与える事項ですね。株主の利害に重大な影響を与える事項というのが3つ目ということになっています。ここがですね、取締役会設置会社、それから非取締役会設置会社で株主総会でそれぞれ
決定する事項が異なりますというポイントですね。で、次にですね、じゃあその株主総会の招集、どういうふうにして株主総会の招集をするのかというところのテーマについてお話をします。まずですね、株主総会には定時株主総会というのと、臨時株主総会ですね、この2つがあります。まずですね、株主総会の種類ですね、株主総会の種類についてお話しすると、株主総会にはですね、必ず招集される定時株主総会というのと、必要に応じて、臨時開催される臨時株主総会というこの2つがあります。それで最初の定時株主総会っていうのは、最低でも年1回ですね、最低でも年1回は、開催がされます。で、臨時株主総会っていうのは、これは必要に応じてですね、開催されるという、この2種類がですね、株主総会にはまずあります。で、まずこの株主総会の招集権者ですね、誰が招集できるのかっていうところなんですけど、2つありました。まず1つはですね、取締役会ですね、取締役会。で、非取締役会設置会社については、取締役ですね、取締役が、一定事項を決定し、そして代表取締役等が、これを執行して招集すると、というようにですね、決められております。もう一つですね、少数株主というのがあるんですね。この少数株主っていう人も招集が認められています。で、この少数株主っていうのは、どういう人かというと、総株主の議決権の100分の3ですね。100分の3以上を有する株主は招集ができます。ただしですね、ただし公開会社の場合は6ヶ月以上前からそれをですね、保有してないといけないっていう条件はあります。ですので、取締役会、非取締役会設置会社では取締役ですね。この人、プラス少数株主ですね。総株主の議決権の100分の3以上を保有する株主。この人も招集権限が持っているということになります。ではですね、この株主総会、どんな風にして招集を通知していくのか。いうところですね。これもポイントになっていて、その通知のルールっていうのも決められています。で、これもですね、公開会社と非公開会社で、異なりますので、注意してですね、ちょっと覚えておきましょう。まずはですね、公開会社の方ですね。公開会社については、株主総会の2週間前までですね、2週間前までに通知が必要ということになっていて、非公開会社については、株主総会の1週間ですね、1週間前までに通知が必要と。いうことになっています。ただですね、いくつか非公開会社の時にですね、ちょっと例外みたいなことがあって、まずその一つがですね、どういうことかというと、非取締役会設置会社では定款でですね、この通知の期間というのを短縮できるということになっています。そしてもう一つですね、例外みたいなことがあって、それはですね、書面決議ですね。書面決議の場合っていうのは2週間前までですね、非公開会社の場合。書面決議の場合は2週間前までの、通知ルールということになっています。で、この書面決議っていうのは何かっていうとですね、株主総会を実際に開催することなく、株主総会の決議ですね、株主総会の決議を省略してしまって、書面のやり取りのみで、株主総会決議があったものとみなすということを、書面決議ということになっています。この書面決議でする場合っていうのは、2週間前までの通知ルールということになります。で、またです。株主全員の同意があるときは、招集手続きをしなくても、株主総会を開催することができますということになります。株主全員の同意があるときは、この招集手続きをしなくても、株主総会を開催することができるというような、ルールも決められています。以上ですね、ちょっと今日はですね、株主会社法、機関の中の株主総会ですね、ここの権限と招集についてちょっとご説明しましたけど、結構ですね、何か機械的に覚えていくようなイメージがどうしても会社法はあるんですけど、冒頭言ったようにですね、実際その法人設立、自分でする場合、もしくはそのお客様がする場合ですね、そうした時に、基本的な株式会社の株主総会の知識っていうのはやっぱり必要にどうしてもなると思うんですね。ですので、そうした実務でも実際使えるんだよっていうことなんかもですね、自分の中に念頭に置きながら勉強していくと、結構勉強意欲も湧きますし、覚えやすいのかな、理解しやすいのかなっていうふうにしても思います。ですので、なんとなく退屈な側面があるかもしれないんですけど、そんなふうにですね、会社法を捉えていくと結構勉強のモチベーション、私なんかですね、結構意欲が湧いてきたかなっていうところもありますので、ご参考いただければ幸いです。それではですね、本日は以上とさせていただきます。
今後もですね、行政書士試験に必要な勉強方法、対策などお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、今回ですね、ご参考になったということであれば、高評価ボタンを押していただくと大変嬉しく思います。それでは最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。